前スーツ着てきてんだお前。なんだ当たり前だろこれお前一丁だぞてめえこの野郎。めしゅしゅやっちゃう。おお、まず打ち勝ったのはノブの方です。おおおお、いきなりだ。いいですね、このこの精神。やったまっしょーしゃーやったまっしょー。あー、また倒されてしまった。おおおお、これ赤井さん、はい、いいですね。ね、いや、私あの嫌いじゃないんですよ。この野郎、あ、嫌いじゃない。おめえが来い、この野郎。あ、来いよ、来いよ。さあ、今度は立花が行く。おお、一発で倒した。この野郎。さんどうですかね、このノブの切り方。まあ、でもね、山口のイカれるフグって言われた男ですからね。そうなんですね。人に歴史あるですね。立花選手は新宿区出身なんですよね。そうなんですか。へえ、すごい。都会っ子。なんかね、イメージ通りっていうか、なんか新宿。まあ、そういったその新宿の中で揉まれて、揉まれて、今があるということですね。いやでもね、島谷選手はまあフリーではあるんですけども、一応ダムネーションではあるんですよね。そうなんですよね。だ、居場所があるんですよ。うん、けどね、やっぱ立花選手はね、レスラーもないですから。そうなんですよね。所属していたレスルワンが活動休止ということになってしまったので、はい、本当に自分で自分の居場所を見つけていかなくちゃいけないと。だって今回この DDT の参戦に至る経緯も、あのインスタライブに突然乱入してきたっていう形なんですよね。今っぽいですね。そうなんですよ、 DDT のインスタライブに突然乱入し、その後も高木三四郎選手の YouTube にしつこくしつこく再生要求をして、ああこういうところですね。赤井幸選手のオキバリアス7番勝負の第6戦の相手となりました、穴尾沙織選手。維持するの大変ですよね。お、出てこいと、うん、まあこうやってね、試合が始まると、さあこちら大和博士、通販始めたんですね。そうですね、銀牛格闘のり商店、はい、ぜひ皆さんお時間あったらアクセスしてください、うん、大和さんが、私試合何回かさせていただいたことあるんですけど、はい、結構もうやっぱりね、いろんな試合されてるからだ。女子プロレスの生え抜き第1号選手でもあります、春風選手。ちょっと今のところいいところがありません、うん、これも厳しいボストンクラブです。対峙できますからね。ホタルイカ。だいぶ好き。いや、書き忘れても別にいいと思います。はい。なんか最近あの自分でお料理するように家でステーキ用の鉄板買ったっていうのを。ああ、はい。石井選手もおうち時間を。ね、赤井さん、やっぱデビュー前はね、あの吉村選手の厳しい指導のもと、70キロを超えるまでデビューさせないなんて言われてましたもんね、うんうん、デビューしてからちょっとね、気が緩んじゃったりとかもするかなと思いつつも、あのずっとあの吉村選手にも、ま、未だに食べろ食べろって、うん、ずっとまだ未だに言われ続けてますね、はい、じゃあ食べない中村選手とめちゃめちゃ食べる岡谷選手って感じなんですかね。そうなんですよね、はい。お、高尾相馬選手、おうち時間は昔のドラマの DVD を見まくる。あ、なんかたくさんなんか揃えて見たっていうようなことをツイッターではね、書いてましたね。私、未だにアーとウーしかね、意思の疎通は図れない、うん、でもダブルネーションのメンバーはあのコミュニケーションが取れる、取れるんですよね。カリスマとか徹夜とか言ったりはするみたいですからね。岡谷くん、そう、柔道もやってたんで、なんか練習とかでね、大きい先輩とかとやったりとかしてたと思うんで、なんかね、こうひっくり返すやり方。やめろやめろやめろ。OK。自分距離取ってるよ、はいはい、
必殺技でいく必殺技で必殺技で自分がリング上で戦わなきゃいけないわけですからね。そうですね。まあなんといってもね、秋山純選手はレギュラー参戦と同時に DDT のゲストコーチにも就任しています。すごくないですか、ディーノさん。ゲストコーチですよ。そうですね、してくれてるのかというところはまだまだちょっとわからないではありますが、はい、まあ、先ほど試合に出たやっぱ中村選手や岡谷選手何かはですね、言ってるかもしれないですね。まあ、ハッカーでね、威嚇したいところではあるんですが、はい、ちょっとその威嚇が通用しなかったと、はい、なんだこれはとあっさり流されてしまいましたからね。でも飯野選手にしてみればやっぱ秋山選手に破壊る棒はヒットさせたいでしょうね。させたいでしょうね。いつも通りのハッカーをやるとちょっと時間を食ってしまいますからね。おお、秋山純平はお前が行けと。さあ、おお、さあここですね。ここですよ。はい、ジャンピングにすごい王道の技術、実績、厳しさ全部中です。この一つ一つがもう重いんでね、いつものようにこう考えてるとちょっと厳しい。おっと、これはネックロック。ここはいいのが入ります。だが簡単には離しません。剣豪選手はノアでね、トップ戦線のバリバリやってますよ、はい、バリバリのトップレスラーですからね。そうですね、まあ、当然ですが最近その2つの団体の社長をやっていて、こういう状況下で相当忙しかったと思うんですね。心労もあったと思いますね、はい、そうですね。でこれに関してはそのここ最近の高木のこの試合っていうのは、まあ、身内が多かったわけじゃないですか。確かにね、なのでその高木のノリというか、まあ、言い方ちょっと全然良くないんですけど、忖度みたいなのもあるんですよ ね、なるほどね、自由にやらせて、でもここそれがここでは通用しないですからね。聞かないですね、うん。まあ、とにかくね、剣王は高木三四郎が嫌い、いや大嫌いですからね。そして、まあ、シンプルですよね。でもね、ちょっとね、今これ終わっちゃいましたけど、ハワイと松永の戦いはですね、そうなんですよ、いろいろ歴史をね、考えるとグッとくるものありますね。さあ、そして樋口と正木民也、ここで火つけましたね、この2人が。樋口和貞は2018年のグローバルリーグ、ノアのグローバルリーグに B ブロックで出場しています、はい、お、飛ばしたね。あれで終わるとはね、樋口自身も思ってないでしょうね。いきなり開戦したこのノアとの戦い、あの時の続き、今エラプションとして坂口勇気は赤井崎と共に戦っています。樋口和貞、まあ、樋口 の、 このバックボーンから考えると、そのなんだろう、他の団体いてもおかしくないわけですよ。そうですね、ただ樋口、忘れてほしくないのは、樋口は DDT を選んだんですよね。おお、ちょっと待ってください。お、もう樋口も松永もいないですね。高木三四郎が、あ、やっぱりこうちょっとね、この試合のもうコンセプトというか、松永樋口がこう見てるんですね、きっと、はい、あ、さらに、あ、スタンプでプラテンスを一発ですよ、粉々にしました。そしてすぐに正木民也、覇王が出てまいります。なるほど、これはちょっとびっくりしました。真顔であれ出しましたかね、はい、ちょっと複雑な知識になり、あ、ここに来て、はい、剣豪選手がちょっと光線出ました。高木三四郎としてはあの、まあ、プラテースでこっちの世界に引きずり込もうとしたんでしょう ね、はい、うね、あれはもうダメージ云々よりも世界観の話ですね、はい、でもそれを本当に一足で踏み潰したと、はい、剣王が、はい、
拒否した。何がちょっと拳王選手貫いたなと思うのは、リング上じゃなくてリング下で光線出たんだよ。なるほど。いい曽山ラブがいるっていうのはね。そうですね。ちょっとこれね、DDT ズにはプレッシャーですよ。プレッシャーでしょうね。ここで北宮がセットエルボー。これ連続エルボーですね。チームワークはいいですね。やっぱり完全にジャックしてますね。普段からね、ずっと一緒に組んでるわけですからね。佐々木大輔ですが、いわゆる仮に小高勇と勝俣俊馬の間で決着がついてもタイトルは移動。そうです。その場合佐々木大輔は負けずにタイトルを失うことで、そうなんですよ、はい、だからのチャンピオンの佐々木選手は勇さんにとにかく取られないの、勇さんが誰かを取らないようにと、それだけは気をつけてるって言ってましたね。ああ、それを言ってもやっぱり完全に勝俣俊馬のことは舐めてかかってるわけですね。そういうことだと思うんですよね。ああ、そんなそのハードコア この試合感だけで言うと勝俣が一番あるでしょうね、今この時点では。そうですね、やってますからね、はい、こういうまあね、こういうご時世なので、お、椅子、おお、いいですね。確かにおっしゃる通り、ハードコアの今一番経験積んでるのは勝俣俊馬ですから、うん、そうですね。しかも予想できるものでもない。そう、本当は去年年越しプロレスでこの2人はシャッフルタッグトーナメントで当たるはずだったのが、伊佐美さんがあのインフルエンザにかかってしまって実現できなかったと、はい、で勝俣選手は非常に伊佐美選手との対戦をすると楽しみにしていたんですけれど、実現しなくて、はい、あ、まだ神様が今じゃないって言ってるんだなって言い方をしてたんですよ、はい、それが今来たんですよ。なるほど。ハードコアスタイルってのはそれぞれに、ね、強いプライドを持ってますからね、はい、逃げない。そうなんですよね、この、あー痛い、あ、嬉しそうですね、でもなんかちょっとね、いやいや、はい、しょっぱい顔でしたけれどね、あ、角痛いですよ、これとても、はい、大丈夫か、ね、大丈夫ですか、頭が大丈夫かな、大物持ってきた、使い古しの、はい、ベコベコですけどね、ですね、はい、痛い、で、まるでピクルスをしてたんです。本当にこの実家にやることがなさすぎて、自宅でピクルスをつけたら美味しくなさすぎた。ただそれ何つけたんですか。ただの酢だったんですって。いろいろワインビネガー。それは舐めてますね、ピクルスを。ピクルスは何だと思ってます。本当ですよ。で、ピクルス業者になりたかったんだけど諦めたそうですよ。やめた方がいいと思いますよ。そうですね、業者になりたかった、なりたかった、はい、いろんなピクルスつけて売ろうとしてたんですって。でもね、酢だけでまずかった。よかったです。あの、よかったです。世の中はピクルス好きのためによかったです。そうです、本当ですよね、はい、やっぱりね、佐々木大輔はリング上でしか生きられないわけですよ。本当だ、そう思いました、はい、今のところそうですよね、副業がまだ見つかってないわけで、いや、これリング上大変ですよ。ちょっと、そうですね、金物だらけ。選手によってもちょっと変わるんですけども、ハードコアっていうのはそのアイテム探しの時間も、そうなんですよね、この3、はい、この3人だともうちょっと相手がその間を突き詰めるというよりはもう相手に